こんにちは7月21日ですけども、今日はね、私的にすごくね、大きなニュースが入ってきました。それはですね、あの、長崎のハウステンボスが、香港の投資会社に、まあ、買収を受けたということだったんですよ。まあ、あの、ハウステンボスといえば、一回経営破綻して、その後ね、HIS という旅行者が買って、業績回復に一直線進んでいるところだったと思いますけども、まあ、それというのもね、海外需要取り込んで、まあ、ビジネス観光都市という位置づけで、 固定資産税の免除を澤田会長自らがね長崎市にお願いに行ったりとかねそれぞれの経緯がありましてで従業員を誰一人ネフトらせずに、まあ、20%一生懸命動くことによって2割リストラしたのと同じことでしょっていう感じでねあくまでもポジティブな経営体質を変えませんでしたその結果黒字転換して業績をどん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 回復に向かっていたわけですけどもでも昨今のね観光需要の激減 とりわけインバウンドに依存してきた観光業者ってのは結構このね3年っていうのはきつかったんじゃないかなと思いますかといってね国内のお日本旅行者が日本人旅行者がハウステンボスの休場を知ってですね、えー、何がしかの救済策を取る要するに利用頻度を高めるってこともないですしまあ九州といえばねスペースワールドも結局本当になくなっちゃいましたしねうーん日本の 観光資源っていうのはどんどん失われていって、テーマパーク前世紀っていうのは遠い昔のことになりましたけども。さあ、その沢田社長率いるハウステンボスどうなっちゃうんでしょうか一応ですね、公式報道なんですけども、書いてますね、こういうふうに。一部の報道機関において香港の投資会社に対する当社の連結子会社であるハウステンボス株式会社以下 HTB の株式の譲渡に関する報道がありましたが、当社が発表したものではないということらしいです。 ですので今のところはねあのハウステンボスが買収された香港の投資会社に買収されたっていうことは事実ではないということらしいんですけども、まあ、あの内部流出ということもありますんでねそれにやっぱ経営体質がうんあのさすがに厳しいというのも納得できることだと思いますでハウステンボスにつきましては私ねすごく思い出があってまあ何度も広島市から遊びに行ってるんですよねでその中でハウステンボスの,その園内を歩いていたら 澤田社長が私の目の前をね、あのおお、雨が上がってよかったですねみたいな感じですれ違っていったところを私が追いかけていって、澤田社長みたいな感じで、ね、声をかけさせてもらったことがあって、あのー、やっぱりテーマパーク、観光業、さまざまな業種に澤田社長っていうのが、ね、ものすごく手腕を発揮していた時期でもありますし、まあ、私の憧れだったんですよね。まあ、そういういところもあって あの、楽天の三木谷社長とかとは比べ物にならないぐらい私はね、すごく、まあ尊敬していた経営者だったんでね、私の思い出です。うん。まああれからハウステンボス何回も利用させてもらったんですけども、いやーでもね、また岐路に立ったのかなというところで、今回思うところをあって動画にさせてもらいました。あのハウステンボスね、今年中にまた必ず伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、それでは本日は以上です。